バイデン氏のキーウ訪問プーチン氏から見せ場奪うロシアの軍事評論家が怒りの声アメリカのバイデン大統領による電撃的なウクライナ訪問を受けロシアのタカハに属する多くの軍事評論家が20日怒りと困惑の声が噴出した結果的に同国のプーチン大統領に対する圧力が強まる事態となっているプーチン氏は国民向けの演説を通じ難航するウクライナ侵攻を正当化する構えだ ロシアがウクライナへの全面侵攻を開始して1年の節目が迫る中バイデン氏の歴史的な現地訪問は紛争の重大局面を迎えるウクライナ政府に対して象徴的な後押しになっているしかしロシアの軍事評論家や彫刻家主義者らは訪問に激怒これにより翌日に控えていたプーチン氏の大規模な演説への注目が薄れたとの見方を示唆するプーチン氏は演説の中でみずから遠距的に 特別軍事作戦と呼ぶ侵攻について成果とされる内容を強調すると見られているロシアのジャーナリストセルゲイ・マルダン氏は自身の SNS テレグラムのチャンネルでバイデン氏がウクライナ首都キーウ・キエフに入ったことに対しロシアにとってのあからさまな屈辱と主張また退役軍人で連邦保安局 FSB の当局者も務めたイーゴリ・ギルキン氏はバイデン氏を単なる挑発だけを得意とする人物と評しつつ ウクライナ東部の激戦地バフムートを訪れても無傷で帰れた可能性があると指摘したギルキン氏をはじめとする強硬派の軍事ブロガーの多くはウクライナでの戦況を再三批判プーチン氏のもとで働く将軍らの戦場での手法について軟弱との見方を示すこうしたブロガーの一部は数十万人のフォロワーを抱えるなど戦争に関する分析をロシア国民の幅広い層に提供する存在となっている ブロガーの多くにとって安全かつ巧妙に実行されたアメリカ大統領のウクライナ訪問は振るわない軍事作戦の姿を改めて象徴する事態と映る。ロシア陸軍と海軍の要員が運営するあるテレグラムのアカウントにはバイデン氏がプーチン氏より先にキーを訪問したことに関する皮肉まじりのコメントが掲載された。特別軍事作戦の開始から1年近く我々がロシアの都市キエフで待っているのはロシア連邦の大統領だ。 アメリカののの大統領ではないといとうのがその内容だ CNN はクレムリンロシア大統領府に連絡を取ったがこれまでバイデン氏の訪問についてコメントは出ていないただメドベージェフ前大統領はテレグラムの声明でアメリカのウクライナに対する支援によって戦争が煽られていると非難これまで西側がウクライナ政府に向け大量の武器と資金を定期的に引き渡してきたことで北大西洋条約機構を ナト諸国の軍産複合体は利益を上げ、世界中のテロリストへの武器の横流しも可能になっていると指摘した。現在、ロシアの国家安全保障会議副議長を務めるメドベージェフ氏は、抗戦的な意見表明を通じ、自身の国家主義者としての信用強化を図ることで知られる。プーチン氏は21日に連邦議会で大がかりな演説を行う予定。そこで現行の進行について議論するとみられる。 特別軍事作戦の複数の参加者がその場に出席する予定だが、他国からの来賓や代表者は招かれていない、クレムリンの報道官が20日、記者団に明らかにした。諦めないロシア軍に弾薬生産が追いつかぬと焦る米欧、ウクライナ戦争の正念場。イギリス省、今こそウクライナへの軍事支援を倍増させるとき。 どんどんウクライナのオルディミル・ゼレンスキー大統領の盟友ボリス・ジョンソン元 A 首相に突き上げられているリシ・スナク A 首相は18日ミュンヘン安全保障会議で戦争に勝つためにはウクライナは元大砲や装甲車防空手段を必要としている今こそ軍事支援を倍増させる時だ今後数ヶ月で昨年と同規模の装備を提供すると演説した。 日をごとにロシア軍はウクライナにさらに大きな痛みと苦しみを与えているこの状況を変えるにはウクライナの勝利しかないイギリスは世界で初めてウクライナに戦車を提供しパイロットと海兵隊員を訓練する国になったばかりだ長射程の兵器を提供する最初の国になるのもロシアが間違っていることを証明するためだ英シタイムズは対艦ミサイルのハープーン 射程約 240km や空中発射巡航ミサイルのストームシャドー、同約 560km を含めるべきかどうか話し合いが行われていると報じている。実現すればウクライナ軍がクリミア半島を射程に捉えることができるが、戦争のエスカレートを警戒するバイデン米政権が首を縦に振るかどうか。イギリス政府は6月にロンドンでウクライナ復興会議を主催する。翌7月。 リトアニアの首都ビディニュスで開催される北大西洋条約機構、な a t 首脳会議に先立ち、イギリスは同盟国やパートナーを集めて、ロシアの将来の侵略からウクライナを守ることを支援する新しい安全保障上の検証をビディニュスで打ち立てることを促したいという。ドイツ外相、占領を認める形で停戦すれば国際秩序と国際法が終わる。 フランスのエマニュエル・マクロン大統領もミュンヘン安全保障会議でロシアは戦争を選んだのだから対話の時はまだ来ていない。戦争犯罪にも手を染めた。ロシアはこの戦争に勝てないし、勝ってはならないと述べ、西側はウクライナ戦争の長期化に備える用意があることを強調した。プーチン政権を崩壊に追い込んでもロシアは変わらないとの見方を示した。ロシアがウクライナに侵攻して間もなく1年。 ニューヘン安全保障会議でのパネルディスカッションにはアントニー・ブリンケン米国務長官ドイツのアナレーナ・ベアボック外相ウクライナのドミトロ・クレーバ外相の3人が登壇したベアボック氏はロシアが空爆をやめ撤退しない場合3つのポイントを意識する必要があると指摘する1ロシアは西側が疲弊し国際社会が屈服することを望んでいる 2、ロシアのウクライナ占領を認める形で停戦すれば国際秩序と国際法、つまり国連文化の終わりを意味する。3、西側がウクライナを支援していなかったらブチャやマリウポリのような惨劇がウクライナ全土で繰り広げられていた恐れがあるということだブリンケン氏はロシアが今日軍を撤退させれば戦争は終わる、ウクライナが戦闘をやめればウクライナは終わる。 武力による領土奪取を正当化するような結果を招くことは世界中のあらゆる国の利益に反している。そんなことをすれば世界中でパンドラの箱を開けることになると力を込めた。ブリンケン氏は中国がロシアに武器を供与しないよう苦をさした。ナト事務総長。ウクライナの弾薬消費率は我々の生産率より何倍も高い。 クレーバ氏は私たちにとって短い勝利は領土の完全な回復だ。長い勝利は損害賠償、犯罪加害者の説明責任、最も重要なのはロシアが変わることだ。ウクライナが欧州連合 EU や NATO の一員になればロシアは変わる。ウクライナが完全に欧州大西洋地域の一部となることで欧州大西洋地域における耐久性のある安全保障が実現すれば問題は解決すると訴えた。 ブリンケンケ氏によるとロシア軍はウクライナへの侵略戦争とウラジーミル・プーチンロシア大統領の方針には関わりたくないという理由で100万人ものロシア人が祖国を脱出したロシアでビジネスをしていた1000社以上のアメリカ企業が撤退した。 ノルウェー軍の事実上の最高司令官エイリク・クリストファー選手は1月下旬にウクライナ軍の死傷者はおそらく10万人以上だろう加えて約3万人の市民が殺害されたとの見方を示しているウクライナ戦争は長期戦の様相を呈し消耗戦に陥っている NATO のイエンス・ストルテンベルグ事務総長は次のような懸念を示した現在、ウクライナの弾薬消費率は我々の生産率より何倍も高い 我々の軍需産業は圧迫されている例えば大口径弾薬の待ち時間は12か月から28か月に伸びた今日注文しても納入は約2年半後になるそのため生産力を増強し生産能力に投資する必要がある NATO は武器弾薬の備蓄目標を増やす計画だがそう簡単にはいかない ウクライナ軍は NATO と旧ソ連時代の17種類の大砲を使用シンクタンク英国法律防衛安全保障研究所 RUSI のジャック・ワトリング上級研究員は A 氏デイリー・テレグラフへの寄稿でウクライナ戦争は歴史的な紛争と比較して過剰な量の砲弾を使用しているわけではないむしろ冷戦終結後の NATO の空洞化を端的に示している 武器弾薬の生産引き上げはオンオフでできるものではないと指摘している例えば砲弾の製造だけでも薬莢の単造火薬の製造増加発射薬の製造新刊の製造重点の5つの工程からなるウクライナ軍はなどと旧ソ連時代の17種類の大砲を使用しており使用がわからないものもある砲弾は戦時下では大量に使用されるため納入価格はできるだけ低く抑えられる 軍事メーカーのインセンティブは大幅に低下するという。